バイト話ってなんか前にもしたことありますよね。そんな気はするね。何してましたか？僕もしかしたは、ら前にも聞いたかもしれないけど。居酒屋さんで、軟骨をあげてた。ずっと。聞いてねえな、これ。あ、そう。最初、接軟客骨でマンも、だ。そうそうそう、筋肉マン、筋骨マン、軟骨マン。軟骨をひたすらマ揚げジてた。か。なぜかね、僕ね、軟骨しか揚げさせてもらえなかったん本当だよね。に。僕の軟骨は、軟骨は軟骨を揚げるのが得意。そうですね、3ヶ月間ぐらい軟骨を揚げ続けて、3ヶ月？そろそろ嫌になってきてやめましたけど。軟骨マンなんかやってられるかと。俺は軟骨マンなんかやってられるかっつって。いや、でも接客が苦手だったんですね。だからそっち、調理の方やってましたね。ホールに出ろっていうふうに言われたの？どっちがいいかなっつって、最初ホール出たけど、ダメだったんですよね。あわわ、あわわってなってて。だって、小野くんといえば、最近言われないですけど、ハンサムじゃん。なんかそんな異名がありましたあっね。たあった。思いい出たずらして、に呼ばれてたや思つ。い出して、昭和のハンサムっていう異名があったじゃん。安本でもの大学生の頃なんて、よりそうだったんじゃないの？色白くて、その人と会話できない、やばいやつでしたね。まあでもそっか。高校生の卒業アルバムを見た感じそうだったもんね。でしょ？友達になりたくないなって感じだったもんそうそう。あいつが夜な夜な、あいつか。キッチあンいでつ軟骨あげてたんですよか。うね。わ、怖え。軟骨マン超怖え。誰が軟骨マンだよ。今気づいたよ。悪口じゃねえかよ、軟骨マンってよ。超人みたいに言ったけどよ。何万パーだ、バカ野郎。何骨なはの？怖え。でもあなたもやってたでしょ？まあバイトは僕はうね。どん屋のバイトだけだからな。うどんマン大して、うどんマンですよ。だ。うどんマン。ええー、す、す、うどんマンっす。うどんマンだよ。天ぷらも揚げられますよ。こうやっおお。て花散らして、で、エ天ぷビらをもん置いだて、よ。そう、天ぷらマンです。エビ天マンです。そんなでしたね。いけてないな、二人とも。まあまあ。